は「週刊飽和ステーション」にお参りの皆様、ようこそのお越しでございます。本日はご一緒に恐怖についてご一緒に仏様の教えを訪ねさせていただきます。 改めまして、こんばんは。ちょっとは怖い雰囲気が出てたでしょうか。<laughs> 今日は恐怖ということについて、えー、お話をさせていただきたいと思います。まずは、えー、ご本尊、阿弥陀様に向かいましてお参りをさせていただきます。ラマンダ、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 ラマンダ。 それではお話し始めさせていただきます。えー、皆さんは、えー、怖いことって何でしょうか。えー、人によっていろいろと怖いものっていうのがあると思うんですけれども、うん、例えばこう将来のことを考えるとちょっと怖いとか、えー、また人の目が怖い、えー、であるとか、えー、今ですとこう戦争や災害。 えまたは貧困あとは病気になるのが怖いであったりですとか暴力というもの、うん、またたたりや呪いというものが怖いと感じる方もおられるかもしれません、えー、そしてまた死ぬのが怖いと感じられる方もいらっしゃるかもしれません、えー、今日はですねその怖いってどういうことなのかなというのを 絵を通してちょっと皆様とね考えていきたいなと思うんです、えー。何の絵かと言いますと、これの絵でございます。ちょっと今日描いてきましたので、皆様にちょっと絵を見ていただきながら、えー、お話を進めさせていただきたいと思います。はい 今日はですね、この日のために絵を描いてまいりました。じゃんじゃん。こちら幽霊の絵でございます。えどうでしょうか皆さん、幽霊と聞くとだいたいこのような姿を思い浮かべられるのではないでしょうか。え特徴的なのが、まあ,あの頭に三角の布をつけていて、えー、そして白い着物を着ている。 そして、こうやって髪の毛がぼさ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 と濡れていたり乱れていたりする。そして、手がこのように垂れ下がっている。そして、なんといってもこれですね、足がこう透明で消えているようなそういう雰囲気。 大体いい幽霊と聞くと皆さんこのような姿を思い浮かべられるのではないかなと思います。この幽霊のイメージ、どのえー、いつ頃から定着したかと言いますと、大、え、体、ー、いい江戸時代の中頃ぐらいからとこう言われております。えー、あの例えば、えーえー、そうですね。えー あの幽霊画というものが江戸時代の中頃に、えー、流行ったそうであります。流行らせた第一人者が丸山応挙という、えー、お方なんですが、えー、よく何でも鑑定団の中にもたまにお名前が登場するお方であります。えー、この方がお書きになられた幽霊というものが大変に、まあ。まあの、ちょっと恐ろしくも美しい儚げだということで、まあ、そこから人気に火がついたようであります。 でまた、歌舞伎の世界でも幽霊が出てくるお話がちょうど今ぐらいの季節ごろからこう演じられたそうであります。例えば、1枚、2枚とこうお皿を数えるお菊さんのお話であったり、えー、または、ラナザに裏切られて毒を盛られた挙句に、えー あ毒を盛られて、えー、殺されてしまったという、まあえー、そんなね顔が焼けただれた姿で有名なお岩さんという幽霊であったり。 でまあ、そうした幽霊のお話が歌舞伎の世界なんかでこうよく演じられてそれも大変人気があったそうです。えー、そんな、まあ、江戸時代中頃の幽霊人気というのは今や日本人の多くが幽霊と聞けばこの先ほどの絵をこう思い浮かべるような、えー、そういう、えー、そのぐらいにまで、えー、こう当時の幽霊人気というのは、えー、大変なあの。 ものがあったそうでであります、えー、でもそんな幽霊人気っていうものを考えてみる時になんでこうそんなに幽霊っていうのが人気あったのかなってこう思いますにねこう例えばまあちょっとぞくりとしたい怖いもの見たさというものもあったとは思うんですが、えー、それとは別に例えばさっき言ったお菊さんであったり、えー、お岩さんであったり本当であれば 明日も生きたたたかった人たちです。そんな人たちが人生の中で不条理な出来事に出会ってゆく中に志半ばにして命を置いてゆかなければならなかったそんな姿は見る人に「ああそういうことがあるよね」 そりゃあ分けて出てきたくなる気持ちもわかるわかるというようなその人間の情感というものがこの幽霊人間をさらにさらに、えー、後押ししたのではないかなと私は考えております。さあ、えー、そんな幽霊がですが、実はこれ大変大事なことを私たちに教えてくれているというふうにもいえ言われます、えー。もう一度ちょっとこの絵ねあの拡大させていただきたいと思います。 えー、例えばねさっき言った「ボサボサと乱れたこの、えー、これ乱れ髪」とこう言うそうでありますけれどもねこのボサボサと乱れた髪の毛というのは後ろ髪を引かれるというような言葉もありますように。 いつまでもだらだらと過去の出来事に引きずられている様過去のことにとらわれている様をこの髪の毛で表しているというふうに言われますえ皆さんもどうでしょうかそんなあの例えばねあの時あなたこう言ったじゃないのって今全然言ったことの通りになってないじゃないのなんていうふうな,そんな思いを抱えることがあったりえ あの時あなたがああ親したせいでとか、えーまあ、そんな風に過去の出来事にね、ずる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 と引きずられてしまうことってないでしょうか。えー、また、あの時は良かったのにな、なんてこう過去の栄光にすがってみたくなる気持ちというのも私たちにはあるかもしれません、えー。過去の出来事ですので、今更やり戻し、戻ってやり直しをすることはできないんですけれど、 なおのこと、過去のことにずるずると思いが引きずられてしまう、そういう姿をこの乱れた髪の毛で表しているというふうに言われることもあります。では、髪の毛が過去に対しての姿であるならば、この垂れ下がった手はこれ未来に対しての姿とも言われます。未来に対して、 ありもしない幻想をつかもうつかもうとして、つかめなくってうなだれるしかない手が、この垂れた、垂れ下がった手で表現されているというふうに言われることがあるそうです。ね、未来に対して、ほとんどの方が幸せになりたいとこう願うと思うんです。けれど、幸せというものもなかなかこうつかもうと思ってつかめるものでは、 あつか、ね、めるのかつかめられなかなかつかみたくてもつかむことができないなこう思いますとですね余計にななれるのかそんな未来に対して思いが引っ張られ引っ張られえ未来にとらわれてゆく姿がこの垂れ下がった手で表現されているとこう言われるんですね。そんな風にして 過去のことに引きずられたり、未来のことに囚われたり、そしてなかなかに今ということが見えてこない。これがこう足が消えかかっているようなこういう姿で描かれる。地に足がついていないのではないか。今何を求めて、何を喜ぶべきなのか。そうしたことがなかなかに見えづらくって。 あっちへふらふらこっちへふらふらとさまよう姿がこの足のない姿で描かれているというふうにこう言われることがあります。まあ、そんな幽霊がですのでね。どうでしょうかこんなふ？そんなふうに聞いてみますとね。なんだかこの幽霊の姿って怖い姿にも思えるけれど、聞けば聞くほど、なんだかこう親しみのある姿にも見えてまいります。 私はある時あの、お世話になっていたお師匠の先生から、あんたそんなに幽霊のことが好きだったらな、今すぐトイレ行ってトイレのお手洗いの鏡を覗いてきなさいってこう言われたことがあります。そこに幽霊が映っているよって、そう、他でもない。 私のことを表してくださってあるのがこの姿なんだよってこう先生が教えてくださったんですね、えー。この幽霊の姿を通して生きている人間の一番浅ましい姿が表現されている。けど浅ましいと言え、なんだかありのまんまの姿と言ってもいいのかもしれません。 えそんな、まあ、幽霊の姿これねあの今日はですねもう一つこの絵に仕掛けをしてみたいと思いますよりこの絵が幽霊らしく見えるという仕掛けをちょっとねお見せしたいと思いますさあちょっと絵を暗くしてみましたそうするとさっきより真っ白な背景よりもよりちょっと雰囲気がこうぼやっと とこうしてくるのではないかその中でちょっとより幽霊らしく見えてくるのではないかなと思いますそしてさらにさらにどうでしょうか私今この 幽霊さんの姿をぼやかして見たのですがいかがでしょうか、えー、線がはっきり見えていた時よりも、えー、この線がぼやっとした方がより幽霊らしく見えるというこの視覚の効果があの実は幽霊画なんか見ているとよく使われております。線が細くく薄く描かれている えそして線がぼやーっとこう見えることでよりそれが幽霊らしく見えるという,こう視覚の効果がよく使われているようであります。えこれ、何を表しているのかなと考えてみるにこれだと思うんですね。そう、闇。 幽霊の姿というのは、まあ、ほとんどこう真っ昼間に描かれるというようなそういうことは幽霊画はほとんどありません大体いい表現されているのは、まあ、薄暗さの中であったりもうほんと真っ暗闇の中にぼんやりこう浮かぶというそういう感じで描かれますでこれをもってこう闇ということをこう表現してくださってあるんですけれど。 この闇という漢字、門構えの中に音という漢字が入っております。音という漢字が入るときに、実は意味合いとして、よくわからないという意味があるのだそうです。闇というのは、日がとっぷりと消えてしまって、 お日様がまっぴるま高く上がっているときには、はっきり見えていたものが、お日様が暮れてしまったことで、赤いをつけなければ、あれは木なのか人なのかも、はっきりわからない、そういう状態を闇とこう言うのだそうです。けれど、私たちにとって、よくわからない、はっきりしないというものは、何も。えー 視覚の世界に限った話ではなくいろんな場面でよくわからないことはっきりしないことってあるんじゃないかなって思います。それは例えばさっき言った将来のことであったり人の心であったりそうしたことこの先どうなっていくのかなあの人私のことどんなふうに考えているのかなこれらもなかなかにはっきりわかるようでわからないものだらけ。 実は私たちの人生というのは蓋を開けてみればはっきり分からない、よく分からないものだらけなのかもしれません。えけど、そんなはっきりしない中に、こう私たちは様々に思いを描きます。こうあってほしいなえ。あって当然だって。そんなふうにいろんなものにこう期待をしながら生きているんだけれど、えそれが失われる。 ないかもしれない。なんて、そんなふうに思ったときに、私たちは恐怖というものを感じるのではないでしょうか。えこうあってほしい。こうあって当然。えそういって私たちがいろいろと絶望するものっていろいろあります。え例えば、若さであったりえ、また人間同士の信頼関係であったり、夢や希望というものであったり、 けれどそういったものも実は実は,実はなかなかに実体のないものお釈迦様は諸行無常ということをおっしゃってくださいましたありとあらゆる出来事すべての物事は常に常に人と来たりともとどまらず移り変わってゆくのだ変わらずにいてほしいとあって当然だそうやって思っているのは実は私の幻想の話であります そんな幻想の中に生きながらあってほしいあって当然というものがなくなってしまういや実はなかったんだということが知らされてくる時に私たちは恐れというものを感じていくのではないでしょうかそしてお釈迦様はそういう私たちの姿をこの闇を抱えた私たちの姿を無明というふうに表してくださいました そう私たちは実は生きる中に根本的に闇を抱えて生きている。ゃ、ね、あ私そのものが闇を生きている。えー、そういう存在なのだ、えー。それを仏教では無明と、えー、表すんであります。けれど、お釈迦様は何も私たちにねあ、あなたは無明なんだよとこう見抜いて終わりの仏様ではありません。 お釈迦様は私たちにえ阿弥陀様という仏様のことを私たちに説いてくださいました。この阿弥陀様という仏様え、仏様になられる時に誓いを立てられました。それはどんな誓いかというと、こういう誓いであります。 一歳空空イーサーダイアンとこう読ませていただきます。一歳空空イーサーダイアン。これ、様々な苦しみの中にビクビクしながら生きている全ての人々に大いなる安心を与えよう。 私はそういう仏様になりたいんだって、こう願い、そして仏様になられたのが阿弥陀様という仏様なんですよ、と、こう、お釈迦様は説いてくださったんですね。 一切空空、いさあ大安え。びくびくしながら生きているすべてのものえ、ものに対してそのもののために大きな大きな安心を与えていく。私はそういう仏様になりますよって。えそんなふうにして仏様におなりくださった阿弥陀様は、 闇を照らす光の仏様として、私たちは仰がせていただいております。えけ、っ、ど、と、阿弥陀様の光に照らされてたからといって、私がそれこそね。こうお釈迦様のように諸行を無常悟っていけるかって言ったらなかなかそうではないんであります。 愛も変わらず私の心には煩悩というものが、ええ、いつでもいつでも渦巻いておってその煩悩によって愛も変わらずああだったらいいなこうだったらいいなこうあって当然だって様々に幻想を抱きながら生きているそしてまた愛も変わらず様々な恐れを抱えて生きているのが私ですけど阿弥陀様が照らしてくださったのはそういう私の心を照らすよってす。ええ そのあなたを決して決して恐れおののきびくびくしたその命のまんまには置いておかないよあなたの命必ず悟りの命を開かせていきますよってお,ておっしゃってくださるのが阿弥陀様の光なんてありますね。そのの光というのは、 どんな人生であってもこの命を守り抜いていくからねというそういう光なんだそうであります。えあの昔ですね、私あの、お参りをさせていただいたある御本、えー、さんでえあの、その方ですねあの、1人暮らしのおばあちゃんでありました。それもですね、お住まいのお宅というのがとっても大きなお宅で。 えけれど、その広いお宅の中で一人ぼっちでこう生活をしていらっしゃったんですね。えそんなおばあちゃんにとって、一番恐ろしいのはね、そうそのおばあちゃんにとって一番恐ろしいのは、雷だったそうです。雷がね、ゴロゴロゴロっとこうなり始めると、本当に怖くて怖くてたまらないんだって、こうやっておっしゃっておられました。ええ お参りさせていただいた時も、えー、前日に本当に大きな大きな雷が鳴っていた、そんな日の次の日でありました、えー。おばあちゃん、昨日雷すごかったですねってこう言いましたらね、いや、本当に怖かったんだってこうやっておっしゃっておられました。えーえー、一人でね、雷怖い時どうしておられるんですかってこうやって聞きましたらね、おばあちゃん、こうおっしゃいましたねそんな時はね。 何万ダブ何万ダブってお念仏するんだってこうやっておっしゃっておられました。こんなお念仏の唱え方は間違ってると思うんだけどねって。何万ダブってお願いします。助けてくださいってそういうもんじゃないって聞いたことがあるの。だからね、こうやって雷怖いからって何万ダブ何万ダブお願い事するみたいにお念仏するのはね、違うんだと思うんだけどねって。でもね、 母が生前に私によく言って聞かせてくれたの。え怖くてね心細くてたまらない時はね何万ラブ何万ラブってお念仏するんだよってえ母はいつも私にそうやって教えてくれた。怖くて心細くてたまらない時にはお念仏するんだよ。えこれからお母さんが死んでもね 怖くて心細くてたまらないときはお念仏してごらん。そしたらね、阿弥陀様とお母さん、いつでもあなたと一緒にいるからね。だから大丈夫だからね。そうやって言って聞かせてもらったの。だから昨日もね、何万ダブ何万ダブってお念仏してたんだって、えそんな風に聞かせていただきました。え 私は私の闇を破って私の心に届いてくださる阿弥陀様の心私の心を守ってくださる阿弥陀様の光っていうのはああまさしくそういうことだなと思わせていただいたんです。で 阿弥陀様がすべてのビクビクしながら生きている者の,のために、私は大きな大きな安心を与えていきたいんだって、そうやって、えー、願って、 え仏様になられ今ここに何万ダブ何万ダブとこの私の人生に寄り添ってくださってあるんだってえ聞かせていただくそれはやはりやはりお念仏を唱えるところに大きな安心が届けられるということなんだろうなと思いますえお念仏を唱えたからといって怖いものがなくなるわけではありませんけれどそうやってビクビクしながら生きている私たちを どこまでもどこまでも守っていくからねってそういう仏様がご一緒なんですよということをお念仏申す中に教えていただくことですよかったら皆様もなんか怖いな怖いなっていう時にはお念仏申されてみてはいかがでしょうかえ今日は恐怖ということについてお話をさせていただきましたようこそのお参りでございました そでは最後に、阿弥陀様に向かいまして、お念仏申し上げて終わりにしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。